レヴィル将軍、エウーゴの戦力は低下し、本拠地グラナダの攻略が可能です。グラナダ制圧作戦を提案します。報告します。参謀部よりソーラシステムの使用が提案されました。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？はい、長距離専用ゼクの開発、 RMS141 の武装を完走し長距離攻撃型モビルスーツを開発する。ビームスマートガンとディスクレドームを装備し高精度の狙撃を実現する。指揮官ゼク狙撃戦装備、 MS141 を指揮官用に回収した機体を開発する。武装を完走し長距離射撃に特化した調整を施す。はい、戦略127ターン。ですね、まあ、じゃ予算投入して、まあ、状況なんですけど、まあ、開発レベルはですね、まあ、23ですね、まあ、これ以上は開発しないでおこうと。で、新兵開発は、バンドドックのプランに売却投資して、まあ、これの完成を待っているというところですね。エウーゴ本拠地グラナダの制圧作戦が、提案されるまでターンを進めました。エウーゴはあまりにも弱いのでですね、この動画を見ている目の超えた皆さんの、満足度を上げるためにはこれが一番良いであろうという、まあ、そういう判断ですね。どうやってエウーゴを倒したかですけども、インド洋とですね、インドネシアに戦力を集中しまして、海沿いからの攻撃をすると、ズゴックイートアッシマーの、性能を一番発揮するためにはこれが一番いい選択ですね。で、まあ、地上ではアクアジムと、あとは、ジム2コアブースターが主力でしたね。まあ弱かったと。まあ宇宙ではそれに、リックディアスが加わってアクアジムがいなくなると、まあそんな感じですね。で、グラナダ制圧はですね、まあ、このフォンブラウンと、宇宙11、宇宙13からどこからでも攻められる感じなんですけども、こっちから攻めようかなと思ってます。この補給線を利用することができるからです。はい。で、開発済みの中にもゼクワインがいるんですけども、まあ、これ完成してますね。まあ、これはかなり強いモビルスーツで、まあ、エウゴを倒すためというよりは、ネオジオンが出た時に、まあ、切り札にするためなんですけども、これが、全部でですね、16部隊生産しましたね。で、そのうち半分はこれ指揮官用にしておきました。なぜかというと、指揮官用はですね、コストが安いからですね。もちろん性能ではですね、量産機の方が強いんですね。だから普段は指揮官機は使わないわけなんですけども、今回はですね、まあ、これがどこまで戦えるのか、まあ、これの運用方法は若干量産機とは異なるので、まあ、今回はこれを使ってみようではないかと思っております。はい。で、まあ、改造をまずやろうかなと、まあ、そんな感じですよね。アクトザクが1,2,3,4,5,6,7 部隊ここにいるんですけども、これを走行強化しますとゼクアインにすることができますので、まずはこれをやっておきたいと思います。はい。で、あとはバーミンガムをですね、高性能化するとどこ継ぎ合いにできますので、性能は若干上がって、しかも搭載能力が大幅にプラスされますね。まあそんな感じかなと。で、あとは状況としては、まあフルバーニャンが相変わらずエース機でいる感じですね。うん。あとバイアランが完成してますので、今回はこれを使っていきたいと思ってます。あとはサイコガンダムが完成してますよね。4とレベルが乗ってますね。まあそんな感じかな。うん。状況としてはね。はい。で、ゼクアインの武装をこれを B にしておきたいと。対要塞戦仕様の、武装を B にしますと実弾装備になりますので、まあ、こんな感じですね。で、あとこっちでも同じような感じかな。どんどん改造していきます。はい。で、ゼクアインの狙撃戦仕様、これを
プラン投入しとこうかなと思います。指揮官票いらないと。まあそんな感じですね。はい、では特別プラン、グラナダ攻略作戦を提案しようと思います。これより我が軍はエウンゴ本拠地グラナダに対する攻略作戦を開始する。反連邦組織最大の勢力であるエウンゴを打倒し、地球圏に秩序をもたらすための重要な戦いだ。諸君らの健闘に期待する。はい、ではそうだ、資金売却やっておきますか。まあこんな感じでいいかなと。じゃあこれで進行します。はい、ではやってみようかなと思います。まあ二十数部隊なんで大丈夫だと思いますけども。はい、23部隊ですね。じゃあやりますか。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあ今回はコロニーレーザーいらないだろうと。ジムカスタムが大半ですかね。うん、でまあこれがアーガマだと。うん、じゃあやりますか。まあとりあえずサイコガンダムを前に出すって感じかな。うん、あとはまあとりあえずを前に出して、フルバーニャンを3部隊いるのでこれを前に出すね。まあそんな感じかな。まあジェクアインが来てますけども、まあ今回は使わなくてもいけるとは思うんですけどね。まあ適当な感じにしておこうと。押してくるでしょうか、果たして。あ、ちょっとは来るね。はい、まあエウゴ相手にこう大人げないわけですけど、でも砲撃をしないとこうやることがないのでデンドルビームは砲撃をしないとやることがないととりあえず挨拶ガールの砲撃ですけど。識別を確認、攻撃します。まあ策敵なしなんでそんなにはいかないと思いますけどね。あ、でも結構いくねまあ運動性大したことないからだろうな。はい、まあ問題なさそうかな、とりあえずは。うん、サイコガンダムに乗ると私は変わってしまう。別の私が入り込んでくる。フォーの活躍シーンありましたねまあ雑魚だからな、見なくていいかもしれないけど。はい、まあ大丈夫ですね。はい、まあエース機がサイコガンダムっていう状況ですよね。まあ僕の動画ではあんまりなかったパターンですよね。はい、ではどこがいいかな。ここは危ないかもしれないけどな。でもまあいいか、フルバーニャン出しちゃおうか。あ、またこれジム2か。どうするかな。若干危ないかもしれないな。まあジェクアインなんか使ってみるかなっていうのもありかな。ジェクアインを使いますか。せっかくですからね。あ、でもガルバルディ使うっていうのもあるよね。うん、ガルバルディ盾にしてやりますか。そうしよう。ガルバルディはもう廃棄しようと思ってますんで。今が使い時かなと。まあ、こんな感じにしてですね。あとは、散布して、あ、バイアランいるんだったな。バイアランをどっかへ出しましょう。隊列を変えると。
ここに何か置くわけにいかないか。じゃあここ砲撃しちゃおうか。で、索敵をしたいわけですけど、はい、索敵する。はい、ここを支援してやるって感じですね。アレクサンドリアどうするかな。ハイザックカスタムをどこかに出すかな。どこ狙う？どこ狙うかな。どこ狙わなくても、どこも狙わなくてもいいんじゃないかっていう気がするよね。大丈夫なんじゃないかっていう。やりすぎなんじゃないかっていう。30%。はい、じゃあこれでやってみようかなと思います。漢方をやらなくてもいいか。適当な感じですよね。でも多分ね、まあ次の動画から厳しくなると思いますんで。男勝りと思わないでよね。うん、防御してるね。あ、防御しても余裕か。当たらない。大活躍するんじゃないかと思ったんだけどな。戦闘の恐ろしさを教えてやるよ。はい、バイアランの活躍シーン、まあ、バイアランが大活躍できるのもここまでだからな。うん、ここは問題ないね。戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。あ、これ倒しちゃうと。私を不愉快にするのはお前か。落ちろ。はい、見ますか。いや、見なくていいや。レイはさすが見なくていいね。ここに何か来るから。所詮こんなものか。まるで人形じゃないか。まあ注意したいと。識別を確認。攻撃します。その巨体何か来ますからね。まあ、デンドロビームどうするかだよな。エウゴ倒したらね、どうするかな。悩みどころですね。廃棄しようかな。これは普通に反撃して OK か。あ、デンドロビーム禁殺されている。まあ、これ防御だね。よし、この先で追い詰めるぞ。まあ、大丈夫でしょう。で、ジムカスタムが3部隊デンドロホルンに来ちゃったんで、これは危ないかもしれないかな。さすがにこれは、あ、でも大丈夫だな。大丈夫ですね。盾にすらなる。はい。これを倒したらもうあとは引きこもる感じかな。あ、ネモもいますね。ネモが少なくとも2部隊って感じか。エウゴの A 好きはね、もう。A 好きなのかな。なんだっけ、ほら。あれすらいないと。ティックディアスすらいないという感じですよね。じゃあ、サイコガンダムを突出させつつ、まあ、進軍していきますと。で、ここにジムカスタムの3部隊がいるので、まあ、これを、まあ、この辺で、ヤザンたちでやればいいんじゃないかな。はい、じゃあ見ようかな。あ、なんか残れそうかな。でも2部隊いけそうか。あら、ちょっと当たらないね。格闘当たんないね。ガルバルディカークスのせいかな。パイロットのカークスのせいかな。はい、ドゴスギは狙われている。まあ大丈夫だろう。
電動の相変わらず狙われる防御。まあ問題なしと。とりあえずすら倒せない。英語。本当にな、もうどうしようもねえ感じだよな。呆れちゃうよな、本当にこれ。まあ適当に攻撃しますか。あ、これネモですね。やらなきゃいけないことなの。逃げ出すわけにはいかないわ。はい、自分カスタムですね。終わりますか。ガルバルディが今一つ振るわない感じですけども、これ仕留めてくれないと。よしよしね。そう、本来は格闘に定評あるんで。ごめんなさい、ちょっとやりすぎちゃったわね。そうだね。識別を確認、攻撃します。はい、デンドロの射撃で。当たる？よかった。よかったよかった。ふう、やったぞ、これで安心だ。戦って何を得ようというのか。あ、ファーが乗ってるね。ファータイムレビューだね。弱かったね。本当に撃つべきは連邦政府の軟弱な政府高官かもしれんな。シミュレーションは十分なはず。いける。はい。あ、めちゃ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 仕様のコアブサッツでした。見る必要なかったかもしれない。戦いは終わったわ。深追いは危険なだけね。はい、でこれ戦術5分の5ターンですけども、戦闘を中断します。もう1ターンかかりますね。これは計算通りですね。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。はい、長距離専用ゼク、兵器の開発がしか、これ言わなきゃ。情報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。はい、でこれでですね、まあ、ゼクをですね、まあ、長距離専用に改造できるわけですけども、これ重要ですね。これが、対ネオジオンの切り札になると、まあ、というわけで、じゃあもう一旦やっていこうではないか。はい、残り12部隊ですね。まあ委任でもいいぐらいですけども、戦闘を再開します。まああとは楽勝なんですが、ほとんど部隊を撤退させて置きたいと。まあ移動がスムーズになるようにね。手強いぞこれは。はい、レビルの最高。あ、でも倒せなかったか。生命力低いよな、パンチ。まあ一応エース付きでしたね。エースってのは大したことないけどね。ハイザックカスタムで全然押してくれますもんね。まだ子供の間合いだな。強い、戦い慣れしているようだが精神的プレッシャーはない。ただ強いだけだ。はい、じゃあ見てみますかね。あ、でもあれガルバルディベーダー攻撃できないじゃないこれ。しまったかな。あ、ガルバルディ立ってるだけ。しまった。あ、でもいけそうだね。やったやった、 GP01 活躍してくれたし、よかったかも。いい子だ、生きていたらまた会おうぜ。いや、もう会いたくないね、カミユには。ネオジオンで参加して出てきたらおっかないよね。でもありそうだけどな、なんかありそうだよね。カミユだったらやりかねないよね。でもそういう展開で面白いけどね、動画的に晴れなんじゃないかなって思いますけど。はい、じゃあそろそろ舞台を引き上げていこうかなと思いますよ。
フレックスだったね。セルフ聞きゃよかったな。これ攻撃してくるかな。してきた。いいか、やっちゃうか。これめんどくせえから。周りに民間人はできる限り助けなきゃ。はい、大丈夫でしょう。うー、やったぞ。これで安心だ。報告します。我が軍はエウーゴ本拠地グラナダの制圧に成功しました。エウーゴは滅亡です。これ違うね。二人いるね、この人ね、やっぱりね。レビル将軍、コロニーより全世界に向けて放送が行われています。シャン・アズナブルによるネオジオンの設立、それは地球圏を揺るがす一大事件であった。民衆から絶大な支持を受けるシャアの決起は多くの賛同者を得て、瞬く間にネオジオンを一大勢力へと押し上げたからである。父ジオンズム大君の理想を語るシャアの出現は地球圏に新たな激動をもたらそうとしていた。将軍、ネオジオンはサイド1スイートウォーターを本拠地とし、周辺空域に部隊を展開しています。あの赤い彗星のシャアがジオン大君の忘れがたみだったとはな。復讐？それともそれ以上のものを求めているのか？開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか？はい、見ましょう。バウンドダック完成しました。はい、というわけで第3部が始まったわけですけども、まあ状況としては、まあ、こんな感じですね。まあ、今回は戦力をルナ2と、茨の園に集めております。で、アーバー奥にも戦力を集めて、まあ宇宙10からですね、アクシスを制圧しに向かいたいかなと、まあ、そんな風に思ってますね。で、まあ、地上じゃなかった地球上空の、制圧なんですけども、今回はですね、この辺に戦力あんまり配分してないでやってみようかなと。そうするとですね、地上攻められますけども、攻められてもですね、別に負けないので、制圧されない限り大丈夫なので、攻められたとしても制圧させない戦略でやろうかなと思っております。はい、じゃあですね、バンドドックかな、バンドドックは完成しましたが、これですね、まあ、これはですね、待望のサイコミュ搭載のモビルスーツなんですけども、まあ、今回はこれをトップエース用に使っていこうかなと思ってます。まあ、ネオジオン相手にはかなり厳しい戦いを強いられると思いますけども、まあ、これまでやったことなかったんで、まあ、面白いかもしれないかなと、まあ、そんな感じですね。はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。